皆さんこんにちは、ミケです。サビです。ミュージックビデオ鑑賞会、今回ハロープロジェクト25周年を記念して、アップフロントのチャンネルで過去のミュージックビデオが大放出されておりますのをご存知ですか？知らなかったですそういう粋なことを最近やってて、すごい感動してるんですけど、聞いたことない曲、聞いたことあるけど見たことない MV とかいろいろあったので、それをちょっと2人で見ていこうかなと思います。うん、もうだいぶ出てるんだよね。そうそう、第1弾2弾ってこう分けて出してて、第何弾までいくか分かんないですけど、まあじゃあ今回は一旦第1弾の中からちょっと見てみたいなっていうのが、でもさすがに全部は見ていけないんで、ちょっとピックアップしながら2人で気になるやつを何個か見ていけたらいいなと思います。このざっと見る限り懐かしいなっていうのがめっちゃ僕の中ではあります。年代的に、年代だと第1弾は2000年から主に2008年までとかそれぐらいかな。私は全然知らない曲とかも多いですね。僕はねめっちゃ知ってるなめっちゃ知ってる、うん、この時代黄色5とか青色7、赤組4かな、読み方はちょっと合ってるかちょっと覚えてないんですけど、その時代ってこうめっちゃ歌番とかっていう番組があって、うん、そこにモーニング娘。っていうかハロープロジェクトがめちゃめちゃ出てたよね。それこそ AKB とかなんかあったのかな、ちょっとこの時代その、うん、もうちょっと後なんじゃない、うん、全然やっぱりアイドルといえばこのハロープロが多分完全に仕切ってたんやと思うけど、うん、中居君とトンネルズのタカさんかの番組よね。今見て思うのはすっごいユニットが多いんだなって思った。うん、聞いたことない名前だけど、まあ、よくメンバー見たら、まあ、ユニットじゃん、うん、今はねなかなかビヨンズぐらいしかないんでユニットが。でもこれもねその継続してやってるわけじゃないんやね。あーそっか、この曲だけとかももしかしたらあるってことか、うん、でもなんかそれでいいよね曲あるのは、うん、なんかそういうのももっと見たいなって。そう、今の現役メンバーが歌ってたりするとなんか自分は聴いたことある曲だなって感想は聴いてた世代じゃなかったんで、うん、今回は何を聴きます？今日僕が見ようかなと思うのは黄色5、うん、黄色い、あ黄色い黄色いお空でブンブンブンです、はい、メンバーは阿部夏実さん、安田圭さん、平木道夫さん、ルルさん、彩香さんですね。これはめっちゃ記憶にまずあるんですよね。まあ一旦じゃあ見てみますか。はい、はい、ではちょっと見ていきます。はーい、MV 自体はね、あのカラオケだと本人映像なのこれ。だから見たことある。懐かしい。僕めっちゃナッチが好きだったんですよね。めっちゃ懐かしいな。もしかして、あ、違うな、俺が思ってた人違うな。誰が？その彩香って人が違う。かわいい。さすがにやっぱりこのお金はやっぱかけてるな。まあまあまあ、うん、結構この曲はさ歌ってるメンバー多いよね最近でも、うん、だからめっちゃ好き。
モーニングとかも歌ってるし。でも結構それこそ珍しいんじゃない、このマイク両手話っていうかないのはね。ここ、うん、口元ね。これが可愛い時々黄色い空飛んでるナッチが可愛いね。ね、めっちゃ可愛い。何歳ぐらいなんだろう。でもまだ2000年だから、うん、入ったばっかとかか。そうやな。これは聞いたことある人多いんじゃない？ね。懐かしいと思う人が。え、世間的にも有名？有名やと思う。あ、そうなんだ。まあその歌版とかを見てたんだったら。赤、青、黄色ってあったんかな。うん、書いてたもんね、うん。まあでもめっちゃ人気ってのは多分赤じゃないかな。うーん。やっぱゴマキ人気がすごかったから。あ、ゴマキ赤にいたんだ。うん、確かそうやったもん。このダンス好きこれやったらできそう、僕も。やっぱケイちゃんがダンスうまく見えるな。うん、キレキレだ。天国みたいでもこれ映像的にはさ、うん、その場でさ、ただパタパタしてて、うん、まあ切り取って上下にしてるだけってことやんな。はい、いや、この曲は好き。うん、っていう感じです。はい、まあ有名っちゃ有名やし、うん、僕はこれは学生の時、うん、中学ぐらいの時に、うん、遠足にみんなで行くっていうことになって、遠足のバスで音楽を流しますって、うん、どの曲を流すのかっていうのをみんなで決めようみたいな、うーん、なった時に僕はもう率先してこれを押してましたそんなあれ記憶ないな、遠足で流す曲とか。バスの中で流せますってなって。いいで、うん、楽しそう。で歌詞カードを自分らで作って歌うね、バスに、ね、聞くだけじゃないの、みんなで歌わないといけないの。みんなで歌うねバスに。知らなかったらしんどくね知らなかったらどうなやば、うん、そんな酷なことしてるの。そうやってましたね。それが通ったかどうか、その後バスで流れたかっていう記憶は全くない押してた記憶だけ、うん、好きだったっていう。あれ、あ、そういえば俺もやったなっていう人は僕と同じ学校だと思いますもしかしたら、うん、同級生、はい、ですね、はい、だってアイドルが好きなのが恥ずかしいみたいな時代みたいなのがやっぱあって、でもモーニング娘。がラブマシーンとかそういうのでこう社会現象になったおかげで恥ずかしいとかはなくなってきてるんじゃないかなっていうのは思うね、その時に。みんなそう。聞いてるからみたいな、うん。好きみたいな感じだったからね。うん。これはでもめっちゃ記憶ありますね。歌いやすいし。うん、うん、うん。っていう感じです。はい。はい、今回は、黄色い空で、はい、ブンブンブンですね。聞きました。次回はまたちょっと違う MV ですね。気になったやつを見ていきたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。